こんにちは、塩の山の三枝クララです。いつもありがとうございます。これらの映像は私の住んでいる山梨県甲州市、今日2020年1月10日午後3時ぐらいの空の様子です。飛行機雲のように見える筋や鉛の色のような黒っぽい雲、これらは人工雲と思われます。人工雲というのはケムトレイル、その中には細菌とか化学兵器などがを噴霧されています。その目的は人口削減です。人口削減というのはワンネスとかニューワールドオーダーを目論む人たちが自分たちにとって都合のいい世界を作ろうとするためのものです。このテーマ曲が皆さんがよく知っているディズニーランドの世界は一つという、歌は本当はとても怖いことを歌っています。スピゲーの人たちはもっと勉強しましょうね。ケムトレールを見て竜神の雲とか天使の雲とか喜んじゃダメですよ。じゃあね、またね、バイバイ。